こんにちは、直井です。こんにちは、大江です。今日は、はい、早井さん、はい、なんとほうほう早くも300万ダウンロードを突破したという、はい、あのコロプラさんから出た、はい、白猫プロジェクトをプレイしたいと思います。アクション RPG の大作ですということで、早速、はい、うん、プレイしてみたいと思います。はい、おお、なんかすごい。スタート、はい、押してみますか。はい、なんか冒険感が。ずっとずっと昔のこと、遥かな天空に浮かぶ美しい王国。はい、その玉座で丸まる気高き白猫に、泥にまみれた黒猫が恋をした。コロプラさんだから黒猫と白猫なんですか。恋しちゃいましたね。恋しちゃいましたね。なんかこうわざとというか、お、なんか来た、よいしょ、お、およいしょ。なんだろう、始まりましたね。ね、見入ってしまいましたね。はい、え、すごいですね。なんかすごいですね、はい、なんかね、ちゃんとというかアプリゲームと思われないような、はい、がっつり RPG なんじゃないでしょうか、もしかして。お、プニコンの使い方を見ますか。プニコン、はい、はい、見てみますか。はい、プニコン、はい、押してました。はい、プニコン、お、攻撃、画面をタップすると攻撃できます。画面のどこでもできます。なるほど、うん、攻撃、うん、敵をタップするのはダメ。ああ、なんか見えにくくなる、うん、まあ、移動も画面をスライドすると、あ、なるほど、ね、どこでも反応して動いてくれるんですね。わかりました。じゃあ、なるほど、ちょっとこれで、ちょっとこれで、あ、やってみる感じですか。あ、ちょっとやって、いきなりやってみなきゃいけない。あ、なんだこれ、あ、叩けばいい、叩けばいいけど、あの、あれだよ、あの、さっき書いてたとこじゃない、あの、敵を叩いたらあれだよっていう。あ、人間、それ人間のところにアイコン出したらほら、こう分かりにくいでしょ。どこと、どこ、いや、だからどこやってもいいんだよな。すごいですね、思わず、いや、思わずだからダメなんかさ、そうなりません。いや、ならないよ。本当ですか。いやいや、まあいいけど。あ、疲れちゃった、ため息しか。主人公がハーって言ったよ。ごめんね。できるだけあの画面のスキルの使い方を見ますか。はい、できるだけ画面のほら邪魔にならない外側を触っときゃいい。わかりました、いきましょう。はい、はい、はい、アクションスキル、長押しでスキルボタンが出ます。はい、はいはい、そのままフリックでスキル発動。おい、フリックですね。なるほど、行ってみましょう。わかりました、じゃあ行きます。あ、なになに、長押しで、あ、ちょっとやめてよ。どうしたらいいですか。え、だからさ、あ、そっか、どうしても主人公を押そうとしちゃう。いや、だから落ち着いて、落ち着いて、どうした。どんだけバカちゃんなの。ちょっといいからいいから、もちろん落ち着いて、ほら、こうやって、ほら、お、ほしょれ、それ、そう、あ、いや、どんだけアップちゃんなの。はい、まだ倒してないよ。あ、まだいた。倒せた、いけない、いけない、いけないから倒さないと。え、だから上の2つが出てるじゃん、右か左かで技が違うんだよ、これ。はあ、こうして、うんうん、下は意味ない。ここほら上にあるじゃない、2つ。あ、逃げたい。だからあとさ、画面の、はい、見にくいから画面の、そう、そこだよ、ほら、今こうやって、うん、こっちに右にやればいいんですか。違う違う、ここに行けば技、こっちも技だよ。そっちに行けば技、それ。いや、だからピュッて弾くんじゃない、弾いてもらえ、逃げろ。もう一回やってみて、こうやってみよう。はい、こうやって長押しで離してみて。じゃあこうゆっくり上に、そう、この、あの剣のマークのところで離してみてよ。ここ来て剣のマークで離してみて。そうしたら
剣のマークで離すと攻撃ができる。はい、ああできた。技がね、使えるっていう。ああ、なんか強いまだいる。ちょっとやめなさいよ。普通に殴ってもいいんだから、技なんてずっと使わなくて。ああ、そうなんですね。いや、だからそこそこどうしてもなんかこう叩かないと死なないかなって思っちゃう。死なないか思っちゃう。おばさんはね、画面の直接、おばさんはね、おばさんちょっと、おばさんですよ明らかに。今のは若者のやる動き。かわいい、かわいい子が、かわいい子がはっはっとはっと、わっと近づいていってみますね。はいはい、こんにちは。そんな、そんな、なんだろう、何が、どうした、ごめんなさい。どういうことだこれは。ちょっとむむ、どういうことだ。彼女心をかす、おお、そんなで約束の人。あ、分かった、住んでみる。もう分かったんですか。分かったよ。もう分かったんですか。分かりました。つまりあれですよ、これ回想シーンですよ。ゲームの、中盤もしくは後半ぐらいまで進んだら、あのシーンが出てきて謎が解けるっていう回想、回想っていうか今から戻ります。映画でもよくあるじゃないですか。そこに向かっていくんですか。そう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 、プロローグでね、結構後半 やっとくっていうのあるじゃないですか。それですよ。なんだなんだなんだ、なんかトレーニング、トレーニングしてるか。爽やかですね。爽やかだね。キャラクターもね。あ、金髪が来た。なんか来た。おはい、なんか出てきた。長い船旅だったな、飛行島。今度こそ。お、お前、この島の人間か。俺はカイル、冒険家だ。悪いんだが、近くの村まで案内してくれないか。なるほど。助かるよ。それじゃあ行こうか。あれはね、主人公は喋らないんだね。っていう感じです。っていう感じですねっていうか、まだチュートリアルやっただけ、チュートリアルやっただけでしょ。あ、まさか、なんか対策すぎて。びっくりするよ。そんなに、とにかく私ちょっとうまく使えなかったんですけど、このプニコンっていうのが、はいはい、コロプラさんが開発した次世代のインターフェースで、画面のどこ触ってもいいって言われても、ちょっとここじゃなきゃダメなのかなって。そうだよね。勝手にやっちゃって、ね、ちょっとうまくまだ使いこなせてなかったんですけど、まね、これはでも、使えるようになればすごく簡単ですよね。指一本でどこでも攻撃も移動もできるっていうのは。あれさ、やり方がまずさ、こうやってるでしょ、2つの手。はい。だからややこしいんだよ。1つの手でこうやれるように作られてるんですよ。あ、確かに CM、大島優子さんの CM でも親指でやってましたよね。だろ？すごい、でもやれば、うん、これからちょっと親指だけでちょっと、はいはいはい、そうやって考えると簡単ですね。もうあんなチュートリアルで大苦戦するやつ見たことないです。だからこういうもんですよ、やっぱ初心者っていうのは。初心者はね。でもすごくなんか物語もあって、うんうん、ワクワク、これからどうなるのかなっていう楽しみなゲームであるなと思う、ね、うん。やっぱりストーリーがあるっていうのは結構やっぱりやってて楽しいところでもありますからね。うんうん、はい。はい。それではまた引き続き白猫プロジェクトも進めていきたいと思います。やっていきますか。はい。はい、よろしくお願いします、はい、次やるときにはどれぐらいね、はい、指の操作が上手になっているか見ていただけたらと思います。はい、はい、ではまたよろしくお願いします。さよなら。カラマリ TV をご覧の皆様、いつもご視聴ありがとうございます。このカラマリ TV のチャンネル登録がまだお済みでない方は、この機会にぜひぜひご登録をよろしくお願いします。今、スマートフォンからご覧の皆様は、タイトルの下にありますチャンネル登録をするのボタンを押していただきますと、チャンネル登録をすることができます。PC、タブレットでご覧の皆様は、画面内にあります登録するのボタンを押していただきますと、登録をすることができます。また、カラマリ TV では Twitter もやっておりますので、そちらの URL も概要欄に貼っておきます。ぜひぜひフォローなどよろしくお願いいたします。